はい、こちらですけれども京都満月のあじゃり餅になります。京都に行った時に購入したあじゃり餅なんですけれども、賞味期限が5日ぐらいということで、それほど日持ちがしないお菓子になるんですけども、このお菓子とても美味しそうだったので気になって一つ購入してみました。こんな感じのお菓子で、もちもち系のお菓子なんですけども、あんこが入っていて、大きさ的にこれぐらいなので3、4口ぐらいで食べれるような感じのお菓子のサイズ感になっています。でこちらは今回袋でこの小さい個別の袋に入ったのを5個と2個というふうに別々で買ったんですけども、箱買いしたい方は5個はあったかちょっと忘れましたけども、10個とか15個ぐらいからあったと思います。はい、で袋はこういう具合ですね。でここにあじゃり餅と書いています。あじゃり餅本舗京菓子、満月ということですね。京都市左京区今出川通りにあるお菓子屋さんです。バス行ったんですけれども、100万遍のバス停から歩いて3分ぐらいで着くかなという感じの距離感だったので、バスで行くと便利だと思います。それでは開封してみます。このような感じのお菓子になってます。見た感じは今川焼きみたいな、どら焼きのちょっとちっちゃいバージョンみたいな、そんな感じのお菓子で、綺麗な焼き色の入ってるお菓子になります。でこういった感じでどうですかね、もちもち感わかるでしょうか。もっちりとしているんですね、このお菓子。もっちりとしています。はい、こういう具合です。で中にあんこが入っていて、薄さはこのぐらい。はい、でこれも事前に1個食べてみたんですけれども、もちもちの食感がすごくいいのと、この焼いた感じの風味なんですけれどもすごくいいので美味しかったです。原材料ですけれども、こちらの方に書いていて、和菓子あじゃり餅、砂糖国内製造、小豆、もち粉、でんぷん、卵、米飴、水飴、糸寒天、トレハロースというふうになっています。ここに書いているように小麦粉が使われていなくて、もち粉とでんぷん入っていますので、それでこうかなりもちもちの食感に仕上がっていて、お餅のような食感でありながら、この焼き具合が綺麗で、どら焼きのようなそういった感じの皮の風味がしてくるという具合です。でここに米飴ですね、使われていて、これがなんとなく珍しくて、しっとりとした食感の部分に反映されているのかなと。あと中のあんこなんですけれども、結構しっとりしているので、そのあんこの方に米飴使われとか水飴使われていて、こう粘りのあるような感じのあんこに仕上がっているんじゃないかなと思いました。はい、それではこのあじゃり餅ですけれども、ちょっと半分に割ってみて、中のあんこの様子、こういう具合です。こんな感じであんこもしっとりとしていて、豆も程よく結構たっぷり入ってるかなと思いますけれども、どうですかね、豆の具合は、まあ豆の感じはほどほど。もなか食べたんですけど、もなかの方にはよりたっぷりのあんこが入っているなという感じがします。こっちは豆の数はもなかに比べると少ないのかなという印象ですけれども、こう、ね、粘りのあるような感じのねっとりとしたあんこですごく美味しそうです。で周りのこのもちもちの餅の焼いた生地、これもすごく美味しそうなのでいいですね。こういうような見た目です。それでは一口食べてみようと思います。
まず香りですけれども、さっき言った通りこの焼いた餅がどら焼きの皮のようなカステラのような風味がしてすごくいいです、うん、であんこだけ今食べてみます、うん、あんこは小豆の風味結構しっかり出ていて美味しいですね、うん、程よく粒が入っているので、この粒を食べるとさらにあんこのいい風味が口に広がります。で、餅の部分と一緒に今食べてみます。このお餅ですけれども、あの本当のお餅、つきたてのお餅とはちょっと食感が違って、少しずっしりしたような感じの食感なんですけども、もちもちしていて滑らかで美味しいです。そしてこの特徴的なのが焼いたとこのこの風味、これがすごくいいのが美味しいです。特徴的な、なんていうんですかね、まあどら焼きのその皮のような風味っていうのが、これがすごく美味しいので、でさらにもちもちしてて、それがいいですね、うん、結構しっかり何回も噛んで食べるような本当のお餅みたいな感じのお菓子になるので、うん、うん、大福よりもうちょっとしっかりとした食感がありながら、この濃厚なあんこと風味がマッチしてすごく美味しいです。うん。あじゃり餅すごく気になっていたんですけれども、とても美味しくて良かったです。京都に行ってあんこが好きとかお餅が好きという方は きっと気に入ると思いますので、このあじゃり餅ですね。はい。このあじゃり餅。京都の人気のお菓子だと思います。はい。こちら。株式会社満月のあじゃり餅、ぜひ京都に行った時お土産にもいいですし、その場で食べても美味しいのでおすすめです。そして今今日食べたのと昨日前日食べたのだと少しですけど、この風味、この風味がですね、昨日の方が強かったかなっていう印象がありますので、焼いた時のできるだけ購入してすぐ食べるのがおすすめです。